それでは早速でございますが、最初に表彰状の授与を行います。本年度の知事表彰は、懐かしくて新しい紙芝居の里づくりを行いました信州須坂紙芝居の里プロジェクト様です。知事表彰は、令和元年度の元気づくり支援金を活用した事業の中から、地域ならではの着眼点や地域内外への波及効果などが特に優れ、地域の元気を生み出すモデル的な取り組みを行った事業に対して表彰するもので、毎年各地域振興局で1団体選定されます。それでは、信州須坂紙芝居の里プロジェクト会長、内藤康様、前の方にお進みください。はい。賞状、懐かしくて新しい紙芝居の里づくり、信州須坂紙芝居の里プロジェクト様、令和元年度地域発元気づくり支援金を活用して皆様が取り組まれた事業は、優れた着想と努力により魅力あふれる地域の元気づくりに多大な貢献をされました。よってその功績を称します。令和2年12月1日長野県知事安倍修一大学、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。賞をいただきましたが、皆さんにもぜひ、ご覧いただきたいということで、須坂の先人が残した、非常に歴史的な作品をレプリカで、こういうふうに複製しまして、昔と同じような感じで、演じることができます。今日仲間たちみんな集まりましたが、日頃熱心に練習していることでありますので、皆様にも楽しんでいただければありがたいと思います。どうかよろしくお願いします。本日は3つのお話をさせていただきますが、まずは第1話、皆様ご存知、山中鹿之助全50巻。今日は冒頭の一部を特別バージョンでお送りしたいと存じます。それでは早速、始まり始まり。時は戦国の初め、ところは信州桂尾城、村上家38万石の城下、家老落雁寺馬之助の表門に城門入りの幕を張り、大勢の野次馬たちが集まっています。高砂よ、花婿は愛知森之助、花よ更科姫。その頃、神社の境内の茶店にたむろしている若侍たち、自責なろうの弟牧島大八郎らが酒でうさを晴らしている。森之助ごとき孤独者に更科とはもったいない。噂をすれば、なんとやら森之助が来たぞ。女房の前で恥をかかせてやろう。おや、森之助どんだ。この度は出世でござるの。出世のできる者は上役の息女を嫁にもらうか。どうだ、腕に自信があるなら拙者と一本手合わせする。とてもあなた様の敵ではございますが、ね、情けないやつだ、必ず盗っとめ。それから数日も友を連れた更科は神社の境内に手を合わせて祈っています。恥ずかしめを受けても手も出せない弱い子です。どうか強くなりますように。参詣を終えて
帰ろうとするサラシナの前に酔った武士たちが立ちはだかった。こりゃ女、酒の相手をせえ。無礼なさいますと許しませんぞ。ははあ、わかるな、わかるな。押さえつけようとした武士を、えい、物の見事に投げつけた。これを見ていた友の中年、右奇跡切って屋敷に駆け戻り、森之助に急を告げた。何、妻が太刀をつかむやいなや一目散にかけてゆく。どけどけどけ、妻に向かって無礼だぞ。さらしな、安全なところで見物せい。あとはわしが引き受けた。旦那様、危のうございます。ええ、お前はどいておれ。いきなり切りかかってきた二人の武士、とっさに横に払った森之助の一刀。さらしなは意外や夫の強さに驚いた。次々と切り倒し、残りの一人も正面から打ち下ろしていた。旦那様、私をお許しください。あなた様を育児なしと思っていて、この身が恥ずかしゅうございます。だが話はこれで終わらなかった。森之助が打ち払った武士たちは、泣く子も黙る隣国の武将、武田信虎の家臣たちだったのである。嫌な家来たちを切った森之助をすぐにここに連れてまいれ。一方、桂尾城では主君村上三右衛門の右衛門兼清の前に平伏した森之助、私一人のために戦になればそれこそ一大事。私は隣国へ参ります。何、その方参ると申すか。はっ、すでに覚悟を決めております。いよいよ出発の日、さらしなを前にくれぐれも体に気をつけて幸せに暮らしてくれ。はい、あなた様もご立派な才能を止めてくださいませ。涙は不吉じゃ。やがて馬に乗せられた森之助、十数名の槍を持つ武士たちに守られて隣国へ送られていく。さらしなは涙に浮かぶ夫の後ろ姿、まぶたに焼き付けるのにあった。この先、森之助の運命やいかに。そしてさらしなはまだ見ぬ鹿之助は、興味はつきませんが、ちょうど時間となりました。本日はこれまで。続きはまた次回のお楽しみでございます。こんにちは、長野インターネットすごくと申します。はい、こんにちは。今、はい、ここは長野市の、はい、県庁前にあります合同庁舎に来ておりますけれども、はい、自己紹介をお願いいたします。はい、私、長野地域振興局長の吉澤と申します。よろしくお願いいたします。吉澤さん、はい、今日2つの賞が授与されたわけですけれども、はい、どうですか、何か感想を。そうですね、地域発元気づくり支援金という、取り組みの元気づくり大賞という賞を、今日は須坂市の紙芝居の皆さんに、贈呈をさせていただきました。私たちの長野の地域でこういう素晴らしい賞を2つの団体にお渡しをさせていただいて、とても嬉しく思ってます。なるほど、はい、須坂市の、そうですね、はい、取り組みなんですけど、はい、それはどうでしょうか。この取り組みはやはり地域の皆さんが、その年配の方から若い方と一緒になって、はい、地域の財産である紙芝居を、軸にその地域の活性化に取り組まれるということで、大変素晴らしい取り組みだなというふうに感じています。
ああいったその絵師っていうんですかね、あの資料がこう眠ってたっていうのがすごいですよね。それがちょうどその須坂市の出身の方だったということがまたその巡り合わせといいますかね、地域のその活動とそれからそういったあの財産がこ う, うまく結びついて、でこういった取り組みにつながってるっていう点がすごく評価されるかなというふうに思っています。語りとかそれから絵本とかそういった団体はもともとあったんですよね。そうですね、大変あの地域でそういった取り組みをされている方がいらっしゃって、さらにそこにあの紙芝居っていう財産が加わって一層素晴らしい活動になっているかなというふうに思います。地域元気づくり支援金、今後どんなふうにこう伸びていきましょうか。そうですね、やはりあの地域の皆さんがその地域の活性化であるとか、そのためにそのみんなが一緒になって取り組んでいく、でそれがそれぞれの地域の特徴を生かした活性化につながっていくという点で、ぜひあの有効にこう活用していただいて元気な地域づくりにつながっていけばいいなというふうに思っています。2020年、もう終わろうとしてるんですけども、はい、今年はどうだったんですか。今年はやはりあのコロナウイルスの関係で、はい、なかなかその集まった活動っていうのがやりにくい年だったかなと思いますけども、まあ、そういう中でもその地道にあるいはいろいろ工夫されて活動されている皆さんがいらっしゃるということが分かったということで、とても良かったかなという、ぜひ今後につなげていきたいなと思っています。今度はいつあるんですかね、申し込みというか。これからあの12月に説明をさせていただいて、その後あの来年度の取り組みの募集を受けさせていただきますので、ぜひ皆さんあのこうそれを聞いていただいてご参画をいただければありがたいなと思います。この締め切りはまだ間に合いますかね。まだ間に合いますので、まず説明をさせていただいて、それからあの申請をしていただくようになりますから、時間は大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあ始めますよ。雪はふるふるしんしんと、寒さはいよいよ厳しく、そんな山のふもとの一軒家、家の中からは暖かそうな火の明かりが漏れています。家の中の揺りには火がかっかと燃え、お母さんと二人の子供たち、姉はジェリー、妹はリリちゃんです。とても楽しそうに話し合っていますね。その表も黒い姿、お母さん、隣村のドンおじさんじゃないかしら。リリちゃん、早くドア開けてみなさい。リリちゃんは急いで友達に走っていきました。どなたですか？すぐ開けますから待っててください。レリちゃんの前にニョキッと立っている大きなクマ。お母さん、大変大変大変、クマー、うわー、危ない。怖がる二人の子供を抱きかかえたお母さんも、ただブル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 震えているばかり。怖がる二人の子供を抱きかかえたお母さん、クマさん、お願い、近寄らないで、子供たちが怖がります。はいはい、どうもすみません。私の言うことわかりますか？そんなに怖がらないでください。寒くて寒くて、ただ火に当たらせてもらおうと思ってきただけなんです。まあよかった、食べられてしまうかと思って。どうもすみません。私の話を分かってもらい、親切にしてくださって、本当に嬉しい。黒クマは涙を流さんばかりに話を続けました。黒クマさんは本当に嬉しそうね。さあさあ、ゆっくり火に当たりなさい。あら、お母さん、黒クマさんの背中に雪が。
の背中の雪を払ってあげました。姉のジリーちゃんもいろりにどんどん小枝をくべて部屋の中を温めました。そして黒クマのことをまるでお友達が遊びに来たようにもてなして、みんなすっかり仲良しになり、人はだんだん増えていく。寂しい山の一軒家、時間の過ぎていくのも気づかないほど、今夜だけは本当に賑やかな楽しい夜でした。やがて朝になると、黒クマはお礼を言って山へ帰る。さようなら黒クマさん、夜になったら本当に来るのね、待ってるから、ありがとうありがとう。そして夜になると、どこからともなく現れてやってくるようになりました。すっかり黒クマさんと仲良しになったリリーちゃんとリリーちゃん、それからどうなるでしょう。その続きはまた今度ね。はい、こんにちは、はい、インターネット総局です。はい、どうも。はい、今この合同調査で、はい、舞台を終了しましたけど、はい、隊長さんとしてどうでしょうか。いやー、嬉しいですね。こんなに多くの方にね、はい、紙芝居に興味関心持ってもらって、はい、で非常に熱心に聞いていただいて、会員たちもねやりがいがあったと思います。そうですね、はい、全部で3本3本ですね、はい、県庁の方皆さん、はい、結構反応ありましたね、はい、まあ、今後の活動としては、はい、まあ、今回県知事賞ということで、県知事賞で知事大賞、大賞、素晴らしい大賞ですね、だから県のトップで、まあ、はい、もうやりがいも出てきました、ね、いや、そうですね、やっぱり嬉しいですね、やってることが認められたっていうか、間違いがないと、そういうことで期待されました。抱負なんかをお願いします。抱負はやっぱりもっと大勢の方に親しんでいただくと、はい、楽しんでいただくっていう、そういう機会をねもっと生かしていきたいというふうに思っております。どんどんこれからその、はい、後を継ぐ人も増やしていかないと。当然ですね、やっぱり年配の人だけじゃちょっとね、はいはい、言ってませんね。今若い人もだんだん声かけてますので、これからいけると思います、はい、大学生さんも協力したんですね。大学生にも声かけて、高校生にも声かけてますし、はい、いろんな年齢、年代の方が、はいはい、協力し合って、できればいいですね。そうですね、ぜひそういう分野にしたいですね、はい、今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。